はい、こんにちは、ペソでございます。ハオデン続きやっていきたいと思います。通算24回目ですね、うん、で、沼田城の交渉戦からあれスタートですね、うん、まあとりあえずちょっと進んでいきましょう。まあちょっと一旦待ちましょうか。はい、あーやっぱりね届くんですね。いや、もうちょっと有利な場所に行って感じしましょうか。まあ27ですよね。もうちょっと。雨がちょっと続きますね、1月の終わりに。あんまり本当にね、いつものパターンですけど、減らしたくはないですよね。あー、うまいこといかないな。あ、違う。斎藤さんあまり脂肪が低いから向いてないね。残り14ですね。
触りが悪くなってきましたね。取られた。はい、大道寺さんね、マック行けば、あ、行きましたね。宇治原さんはさすがにちょっと無理ですね。逃がしましょう。はい、安藤さんのところですね、訓練がまだまだ足りてないので、不破さん、安藤さんどうしようかな。安藤さんはちょっと農業やらせて、はい、不破さんで訓練やっときましょうか。あ、そうですね。溜まってきましたよね、確実に。さあ、ここで動けるのはいないんで、とりあえず、まあ、まとめてね、こっちへ行っちゃってもいいんですけどね。移動できるかな？ああ、できるね。ちょっと上泉さんだけね。治安度がね、すごく悪いから。
ね。で最後まあ氏重三十使って、はい、で農業ですね。はい、ここか。ああ全然ダメですね。さんね、この辺ちょっとメンバーもったいないですよね。なんとか生かしたいですよね。特に上2人ね。どっからバックアップしてもらうかですよね。
すればね、誰で行かせればいいか、まあ山形さんかな、やっぱりまだ戦闘がほとんどやってないので、でそうですね、吉野部さん、あ吉野部さんダメだな、酒井さん連れていくかですね。また続きは次回でございます。ありがとうございました。それではさよなら。